ですけど、コミュニティの場でもあるので、何作ってるんですか、じゃあ私も作ってみたいですっていう風に、ただ作るだけじゃなく、そういう作っている人たち同士が集まるようなハブみたいな感じになっているのもあると思います。あの宇宙兄弟のファンの方ってデザイナーさんとかクリエイターとかエンジニアとか物を作るタイプの方もすごく多いので、ハブカフェと宇宙兄弟って相性がいいんじゃないかっていうの、ファンの人とコミュニケーションをどんどん取って、ファンコミュニティをどんどん深くしていく上では、ハブカフェさんとの取り組みっていうのは作品館を広げるにあたってはいいと考えています。入り口のところにシルクスクリーンの吸ったものを展示しているんですけど、それも結構好評です。あとネガになってるのも多分面白いんだと思います。今回のテーマが自分で作る宇宙兄弟っていうのを置かせていただいたんですけど、自分たちで自分の好きなタイトルを吸っていく感覚っていうのがものすごく高揚感があるそうなので、足ちゃんと開いて、でこの角度でっていうのまで教えていただけたので楽しくできました。もう満足です。もう可愛いのできたので楽しかったです。使ったことがあったシルクスクリーンは1日がかりで版を作らなきゃいけなかったんですけど、その場で出たので早いっていう、絵もすごい綺麗に出るのでびっくりしました。まあ、あとインクを変わることで表現が変わることを教えていただいて、まあ、ただするだけじゃないんだなっていうの、クリエイターの方をそれこそ5人とか10人とか呼んで、まあ、インクも自由度を上げてやっていただけると、さらに面白い表現ができるんじゃないかなって思っています。